はいどうも、ふみちゃんです。今、浜松駅に来ております。時刻は朝6時ですね。今日はね、鉄道と飛行機を一緒に乗る旅に出てみたいと思います。目的地はここ浜松を出まして、東京、そして成田空港、関西国際空港、大阪駅、そして浜松に戻ってまいります。まずね、6時12分発東海道線普通列車沼津駅で、沼津、そして上野へ向かいたいと思います。はい、こちら京成上野駅へとやってまいりました。ここからね、京成スカイライナーに乗って、成田空港へと向かいます。
番線がお知らせをお願いします。この計画パンサー2番線11時40分発機械台車27号成田空港をご利用のお客様、ご乗車になりましてお待ちください。
京成電鉄スカイライナーでね、ここ成田空港第2ビルまでやってきました。いやでも本当早いね。もう成田新幹線でいいんじゃないかというぐらいのねスピードと迫力、また機会あったら乗りたいですね。さあ僕は今からね大阪の方に向かいます。成田空港第3ターミナルで、ね、これからジェットスター航空に乗ります。搭乗手続きと保安所通過行ってきます。はい、内手続きとね保安検査は終わりました。今搭乗口にも向かっております。ここ半分屋外なんですけど暑いな。
当機ライブ関西国際空港に着陸いたしました。はい、関西国際空港に、ね、到着しました。約1時間20分30分ぐらいかな、ちょっと遅れたんでそんぐらいのフライトですね。ここからね、大阪の中心部にね、関空快速223系に乗ってね、行きたいと思います。はい、大阪環状線、そして、東海道線を乗り継ぎ新大阪の駅までやってまいりました。ここでしばらく休憩いたします。次はね、7時半前後、新快速で舞原駅まで向かいたいと思います。新快速長浜駅です。前より9号車から12号車が長浜駅となります。次は高槻です。次の高槻を出ますと京都に停まります。新大阪から、ね、新快速で舞原駅に移動してきました。現在新幹線ホーム、時刻は夜の9時10分を回った頃です。このところ21時21分発のね、小玉号三島行きで浜松へと戻ります。まもなく、那
到着時刻につきましてご案内いたします。次の三河安城には22時ちょうど、豊橋22時15分、浜松22時27分、掛川22時41分、静岡22時58分、新富士23時11分、終点の三島には23時22分の到着を予定しております。は10時40分ですね、浜松に戻ってまいりました。今日は朝早くからね、夜遅くまで、東へ西へ、新幹線乗ったり飛行機乗ったりスカイライナー乗ったりね、今日は大満足のふみちゃんです。思えばね、早い乗り物ばっかですよね。スカイライナーが160キロ、新快速は130キロ、新幹線が285キロ、飛行機は800キロから900キロとね、今日は久しぶりに早い乗り物ばかりでね、もう一回言いますが、本当大満足のふみちゃんです。このような旅動画ね、また機会があったらたくさん作りたいと思いますので、よろしければチャンネル登録お願いします。以上、ふみチャンネル、ふみちゃんでした。